続いては延長戦前半九十六分のシーンですルーカス・フェルナンデスのパスを谷口が頭でカットそのこぼれ玉を拾ったチャナティップが仕掛けて加速しますでボックスに入ろうかというところで谷口と接触してファール谷口にイエローカードが出てその後フリーキックで再開しようという流れになりましたけれどもそこで VAR が介入オンフィールドレビューとなります そしてオンフィールドレビューを行った結果谷口に提示されるカードがイエローではなくてレッドに変わって谷口は退場となりましたえこのシーンに関してですね様々な意見がありましたけれども一つツイートをご紹介させていただきたいと思いますルバン決勝谷口選手の一発レッドはどういう理由からですか体を先に入れていますしレッドを受けるほど悪質でもないように見えます わざわざ VAR で確認してレッド退場にした根拠は何でしょうかこういう意見が来ておりますで、他にも同じようなご意見というのはたくさんあったんですけれども、まあ、このあたりに関して大木屋さんにまずちょっとお伺いしたいと思いますまずこれはファールですねあの谷口選手のトリッピングですで、あのボールには、えー、谷口選手はチャレンジしておりませんそして体も入ってなくて足だけで 相手をつまずかせるような反則になってますね。はい。はい、これに対してまずレフリーはイエローカードを提示しました。はい、はい。この場面というのは V R が何を介入するかというと態勢かどうかの項目に当てはまります。はい、あのこの番組でもいろいろ取り上げていただいたと思いますけれど、独走ですね。うん、えー、そこのあ。 に該当するものなののなかかどうかといういを、VR、はチェックします、うん、でまずはあのー、主審に質問をしました。まず谷口選手の方がレフリーはディフェンスよりゴールあオフェンスよりですねチャナティップ選手より、えー、ゴールの方にいると近い方にいると。なので、えー、イエローですと言ってたんですがこの映像を見るとお近くではないんですね。チャーナティップ選手が 抜け出るところをトリップしていると、えー、そういったふうに見えますねであともう一つあのドグソンにはやはり4要件、えー、もうあったと思いますけれどもその中であの他の選手が間に合うかどうかっていうところも考慮しなきゃいけないんですけれども荒、うん、木,木さんはそこに関してはもう間に合わないというのは分かっているとでただあの谷口選手の方がよりゴールに近い方にいるからイエローにしましたと。 いうようよなあ説明だったただこのやはりここで反則があった場合ですね、はいえー、程度どうこうはもう考慮されなくて反則がここで倒れた場合に、えー、ゴールから、えー、距離ですね、うん、それと守備側競技者のお位置と数それとボールがコントロールできてるかどうかあとは方向ですね、えー、があると思うんですけれどもおそれの4要件は全部う当てはまったと。 そうするとイエローではなくてレッドカードをの可能性があるので一度見てくれというようなことをしました、うん、カードはイエロー外5番はい行きましょうドグ,グスを見てここここディレイディレイディレイはいディレイオッケーですドグスを見てねドグスはないと思ってますよ抜け出してないとの判断抜け出してないとの判断荒木抜け出してないってカバーリングが間に合うってこといや谷口の方がゴールに近い 他のディフェンスは関係なくてってことね。谷口が勝ってる、ゴールに近いってことね。そうです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 って言ってる。カバニこれ間に合わないよね。こっちは関係ないって間に書いてる。彼が前にいるからってって。あ、はいはでもファール止めてなければ抜けれるからね。なる<あ>、うん、だ。オフィルズ。VR2 レフリー。はい。I recommend on field review。オッーです。Possible dog saw。 退場にします、退場にしますオッケー、五番な、5番な荒木、荒<番>木、待って、待って番号書きま番のドグソで退場ね、はい、そうですオッケーシグナルテレビシグナル、TV シグナル忘れずに このシーンに関してはまあスタンドで見ていても一番こうざわざわしたところだったかもしれませんけれども、うんうん、バンドさんはこれイエローからレッドに変わった流れというのはどう感じましたかいやーこれでレッドなんやなーって感じでしたね。うん、あ出るんやなーみたいな、まあそまあ、ファールはファールだと思うんですけどイエローかなーみたいな感じでしたね。 これ映像で、じゃあ改めて確認してみて、はい、その考え方は変わらなかったですか。うん、いやー、映像で見たとしても。退場、はい、まで。なんかなみたいな。感じでは思いますね。うん、だ、ここで、こう、後ろからスライディングしたりとか、足をかけてたりとかしたら。まあ、それはしょうがないよねって思うけど。本当、結構微妙な感じだと思うんですよ。本当、うん、もうちょっと。 ちょっと谷口選手が速くてもうちょっと体を先に入れてたら多分ノーファウルだったと思いますしだそのちょっとの違いでまあまあ程度は関係ないとはいえレッドになるんやなと思ったらまあちょっとこう怖いなと思いますね。 なんか確認はね、はい、ペナルティーエリアに入ってるのか入ってないかっていうそういう確認なのかなっていうふうに個人的には思ってただけど上から見たらこれペナルティー入ってないよねって思ってたし <laughs> 多分それなら客観的だから多分こう聞いてね、はい、中だとか言われれば PK にするとか、うん、そういうことだと思ったんだけどこれは僕は今でもレッドじゃないと思うそうですか僕は。明明らかに明白な間違い かっていうと、はい、さっきのと同じように、うん、これは10人のうち、ね、9人の人はこれレッドだよっていうふうに思いますかって言ったら、うん、僕は思わないと思う。<ー>僕ははね原さんは思わない側、はい、言ったように選手だって意外とこれファウルじゃないんじゃないのっていう人がいるぐらいなんですよ。そそ、うんうん、それでそれれでなのののにこれをひっくり返す、うん、そのだけの あのさっき、バンドさんが言ったようにこれ、行かれちゃって、もう後ろからバーンってこう引っ掛けちゃったとか、うん、こう引っ張っちゃったとか、うん、あるいはもう一回時代、ぶつぶしちゃったとかっていうなら、レッドだと思う、はい、だからこれをレッドにしますかっていうのが、多分現場の,せ、うん、あの選手、うん、スタッフ、うん、多分みんなの意見だと僕は思いますよ、うん、今でもそう思う、だからこれ、明らかに明白なレッドではないと思う、なるほど僕は。 これすごく面白いなと思うのは例えば今、原さんがおっしゃったように、えー、谷口選手がじゃあ後ろからシャツを背中引っ張ったりとかあとは1メートル後ろからスライディングして足を引っ掛けたりとかいやいや、ね、そう、ねうん、そしたらもう分かりやすくレッドカードじゃないですか、うん、でこのシーンはそういうものではないから多分意見がちょっと分かれたりするんだ思、ね、と思うんですけどね。 大木屋さんこれは結局レッドになったのは倒し方とかっていうことよりも何も関係ない、ね、その後に得点機会が生まれるものを阻止した、はい、そ,それだけを見てレッドにすべきだった<も>ということですかあのそうすると多分選手みんなあのソフトタッチのファールをみんなしに行くと思うんですよね <laughs> あの我々これがまああの審判員もそうだし VR もそうですけどやはりもちろんこう受け入れられないって言われるかもしれないですけれども先ほど言った四要件がじゃあ全部 当てはまってないっていうんだったらあれなんですけど当てはまってる状況でそれをこう目隠しするというかですね、うん、えしてしまうっていうのはあのやはりやってはいけないことですしそうするとそれはアンフェアなものになってしまうんですね、はい、我々はこう競技規則ももちろんそうですしあのそこに照らし合わせてどう判断するかっていうのもしなきゃいけないとまあ私は正直盤の中にいてあのー すごいい重大な決断だと思いました、はいうん、これをすれば勝負が決まるかもしれないような判断をあしっかり勇気を持ってやれた私は審判団は非常に、あのー、素晴らししいいなと正直思いました、うん、もちろんいろんな、あのー、サッカーというものはこういうもんじゃないとか例えば決勝だからとかいろいろあるかもしれないですけれども、はい、逆に決勝でその判断を下すっていうのはすごい大変なことだったなというのは、うん 試合の流れを左右しかねない状況ですもんね。ちょっとなかなかお二人完全に納得できないという雰囲気ですけれども <laughs>、うん、ではまず最初にご確認させていただきたいのはこれファールだったということはファールを取られても仕方ない。ということはですよその先のジャッジがどうなるかというのはこれがドグソに値するのかどうかということだと思います。 でその確認を4つの項目があるのはま、うんまあ、バンドさんもちろんご存知だと思いますけれどもまず、じゃあ方向からいきましょうか、はい、これは明らかにゴールに向かっているというのは納得されますかそうですね ゴーまあまあちょっとこう。まあちょっとこっち側かもね。それも完全にあっちシュートは完全に当たってると言えないかもね。まあ抜けたらでもシュートは出ます。これ抜けたらシュートは出ます。いやもう完全にゴール向かう。抜けないです。だけどほらボール少しこっち側にこう来てるじゃん。角度としては。まっすぐですよ。見てください。右足でプレールッチじゃないですかこれ。まあこれはもうムムイースイース。まあ認めます。抜けたら抜けたらもうシュート。 では続いて、<laughs> はい、距離ゴールへの距離これもまあ問題ないですよね。そうですねねけ、ねはい、は続いて、うんえー、守備者の周りの位置ですね、周りの選手の位置ですね、まあ、要するにカバーにいけるかどうかということですね、これに関してはどうでしょう、まあ、3人、他に谷口選手のほかにフロンターレの選手がいますけれども。無理ですね、うん 完璧にいけるかどうか分からないけどあそこにいる山村、向こうにいる、多分もしあそこで抜けた場合は、多分かなり、かなりのところまではいけると思う山村ねにいるそうです。ねではもう一つ、チャナティップ選手がボールをコントロールできる状態にあるかどうか、これはどうですか。 コントロールでででききないで倒れれちゃった、うん、<laughs> ファルルされて、まあ、コントローるはできる、うんうん、まあそうだねキーパーに行っちゃってるとかそういうこともないし、うんはい、彼がコントロールしてる位置にはあるね。となるとですよ、うん、今4つの項目を二方にお伺いしましたが、うん、やっぱりこれドグスの4条件を満たしているということになるのかなと感じたのですがどう,ういうふうに取る まあそういう考え方もあるね <laughs> そう。そう見たら、そう見たらね、やっぱそうですね。そう見たらね、そう見たら。はい。はいうん、大木さんどうですか。あのそういうふうに我々は考えてます。うん、やはりもちろん場の雰囲気とか。いやだから現場の感覚とそこら辺のずれだよね。<laughs> はい。<laughs> いでも現場もそれを理解しといてほしいっていうことですもんね。それはあの例えばリーグだと開幕前に。 いつもルール講習会で必ずこれそうなんですよ,ですよやってもらうんですよ <laughs> キャンプで、はいはい、でその時ガーっていろいろ話すんですけど、はい、こんなとこってそんなないじゃないですかこういう現象ってドルソは大体出しますよねそんなに、はい、だから 選手も忘れちゃいますよねちゃんと皆さん真剣に聞かれてますか講習会真剣に聞いてます真剣に聞いてま真剣に聞きますけど忘れ2月ぐらいなんででまあ3月から始まって今も10月とか11月でしょう最初のことちょっと忘れちゃってるんででもちょっと定期的にやった方がいいかもしれないこれはなんかどっかに例えばロッカーとかに J リーグこうどスをこれみたいなのを教訓みたいな教訓みたいなこれがもう ドグソですベッドですみたいなのをもう貼っとくかとかですね、はい、ほんじゃあこれ気をつけなあかんなってもう刷り込まれていきますからなるほどそれもクラブの仕事ですね <laughs> でも J リーグとしてやったらいいんじゃないですか、うん、J リーグとして多分こうやっていうのは。VR が入ってこれが決定的な機械の阻止、うん、ドグソってこういうことだっていうのは多分我々繰り返しやんなきゃいけなくて、はい、だからこの,、まあ、このシーンはいろんな意見があるとして。 まあレッドっていうのもあるかもしれないけど現場の感覚はイエローでいいんじゃないかそれででも例えば終わった後ね VR がやっぱ「VR」って出ただけで「はいレッドです」じゃあやっぱり全く分かんないやっぱ自分も見てて分か,ん分かんないって J リーグの立場なんだけどだこれで言うとやっぱりその終わった後 VR でちゃんとそのシーンを出し。 これは決定的会のですポン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 ってこの4条件に当てはまってますとかってやっぱやらないと分かんないと思う。やるように考えてます来年から VR 特に J1 に関してはなぜだったか分かんないみんな「えっ?」って言っててんとなくこう不満がたまってる状況でまた試合が続くんではなくてやっぱそれも決まったらこうなんです例えばじゃあオフサイドでしたハンドでした。 そそしたらそれをちゃんと流してハンドっていうのを流さないとみんな納得しないかなという感じでは思いますね、うん、そこは、大きな課題の一つ、ね、課題なんでもうそこは来年から分かりやすく、うん、特に現場に来ていたお客さんが一番わ分かりやすくしてあげたりあるいは選手たち現場スタッフというふうにはいできるだけ置き去りになる方がいなくなるようにしないといけませんもんね。うんまあ、ねなるほど どうですかじゃあ今のドグソの4条件の話をした上で納得はされますか<の>納得してないなんかね何て言うんだろう完璧一つ一つ見ればそうなんだけど、はい、その複雑にそれがいった時に「完璧か」っていうとみんなちょっとずつグレーなんですよそ,すそ,す <laughs> そのファールかどうかもそうだしあの山村の位置とか、うん、あの多分それが少しずつこう合わさると、うん、レッドじゃなくていいんじゃないかっていう。なるほど それが現場感や山村選手があとどれぐらい内側やったらレフリーとしてはこれはカバーできるねっていう判断になるんですかまずボールと同じもう位置じゃないですか、うん、その状況でカバーに行けるっていうのは非常に難しい状況っていうのは私は思います、うん、し多分皆さんもそう思うんだと思うんですね例えばもっとそれが、えー、2メールぐらいゴール側にいるとか そうすればよりカバーに行くチャンスもあるし、うんえー、シュートを打つ選手に対してプレッシャーがかかるチャンスもあるとは思うんですけど同じライン、もしくはもう一人後ろの選手なんかはもう間違いなく追いつかないですよね。はい、だから山村選手もおあの同じレベルだと非常に追いつくのは難しいということなんですか5メートルぐらい全体がもう5メートル後ろやったら、ね、またそれ状況変わりますよね。と、ねね、いうのは、例えばバンドさん聞きたいのはこれもうこのあと次シュートを打てますよね。 打てますね。そうですね。すそうすると山本選手が戻る時間というのはより限られて今度来るんですよね。うそうすればやはりその何だろうボールにちゃんとチャレンジするチャンスっていうのは減ってくるっていうのはありますよね。うはい、そうだね。うん、これ近いのは近いからね。はい。はい、<laughs> 少しずつ納得されている感じもしますが。<laughs> まあこれ完璧に納得していただくのに <laughs> 聞いてみましょうよ <laughs> あの世界中のレフリーにもやってもらいましょう,、はい、う間違いないって言うんだったら本当に間違いないっていうのを我々も、はい、あのそういうふうにコメントしなくちゃいけないしその力はおそらく原さんが一番持っていらっしゃると思うので、うん、その機会にやってみますか <laughs> お願いしますうん、うん、では次のシーンに参りたいと思います最後は PK 戦のシーンです、うん まあ結局、PK 戦は6人目まで蹴ることになりましたけれども VAR のポイントとしては札幌の5人目と6人目の PK の際川崎のゴールキーパー荒井の足がライン上に残っていたかどうかという部分になります現在の新競技規則ではボールが蹴られる際キーパーは少なくとも片足の一部をゴールラインに触れさせているか。 もしくはライン上に位置させせていいなけければいけませんその辺りの見解をちょっとまた大やさんにお伺いしたいと思いますこの場面はですね v r では必ずチェックが入りますで止めたことに対してそのゴールラインからキーパーが足が離れているかどうかっていうのをこの映像でこういった映像を使ってですねこれ確認してます。ねあの 準々決勝の吹田タスタジアムでバンドさん、多分解説されたと思うんですがあ、はいはい、のときはこのカメラなかったんですけれども、ねおまあ、原さんがいろいろやっていただいてゴールラインカメラが準決勝からえ用意されたすごいこれがメリットだと思うんですねやはりこれによってあのラインにしっかり足が乗ってるかどうかっていうのが分かるんですねあのラインに乗ってるっていうのは地面についてなくてもいいんですね空中でもいい,です,で,もい,いです。 なので、まあ、これだけ見るとかかとの右足のかかとが隠れているようにご覧になれると思うんですけれども、はい、あのこういった場合にはあのこれをチェックしてじゃあ大丈夫だねっていうようなふうにレフリーに OK ですというようなコンタクトを取ってますすね非常にわかりやすい映像ですね。 かかととの一部だけでもいいいうこなるほど割と誤解されている方はラインを踏んでないといけないと思ってる方多いと思うんですけどもそうではないということです。空中でもいいこれはでも原さんこの角度の映像がないとなかなか分からないですしちょっと難しいですね。難しいですねでもあれが本当に何ミリ出てたとかみたいな世界になっちゃうと。それ どこまでっていう議論はあるけどでもこれは間違いなくちゃんとかかとかかってるよねっていうのが証明できるんで、はい、だからむしろキーパーの方が難しいね今、うん、あの不正だとしても先に出たみたいに言われるとやり直しになっちゃうし、うん、これ本当にちゃんとかかっててゴールラインカメラ置いといてよかったねっていういいいやいや、はい、本当そうっすね、はい、いや思いましたよさてじゃあ大家さんこの、えー、PK ストップ日本とも問題なく、はい。 原選手の見事なセーブだったということで、はいはい、よろしいですかそうですすかそうね1ついいですか、はい、例えばこれ本当にちょっと出てたとしますよね、はい、それでこれでもう勝負決まってると選手ってみんな喜んでしまいますよね、うんうん、でも出てるとやり直しになっちゃうんですよ、ね、はい、そこは今回この大会をやってみて非常に難しいなと、やはりあれだけ喜んでいるところでーえーとキーパーは実は出てたんです、うん、だからもう一回蹴ってくださいと。うん そういうこともやらなきゃいけなくなってしまう状況が生まれるというのは非常に難しいなというふうに思いますね。そのあたりも VAR の難しさの一つ、ね、ということですね。はいはい、なるほど、わかりました。<laughs> さて最後にですね VAR とはちょっと関係のない部分なんですけれども原さん、はい、どうしても触れておきたいシーンがあるという,ことどうしたとですてもう本当にこれいい試合で本当にこう両チームも最後まで戦って、はい、で最後の最後にこういうシーンがあったんですよ。 延長後半の終了間際ですねあ。リスナータイム。これね、はい、あのコーナーキックから札幌ももう点取りに行ってたし、でこれがあのこぼれたのかな。それでこれ見たら分かるけど、ほらアンダーソンロッカーションはオフサイド。はい、だけどまあキーパーが取りました。それでここで笛えになっちゃったんだけど、はい、ほら小林ケンゴと健吾ともう最後の持力振り絞っていって2対1にもうなってた。だ、はい、それそれまあ確かにオフサイド。 は分かるだけどこれはちょっと待ってもうチャンスになればオフサイドでいいけどチャンス全くなってなくてキーパーがもう取るって分かったっ、はい、てか上から見てもそういうふうに感じたから、はい、これは最後まで見たかったっていうのがあるね。でやっっぱり j リーーグででもそういううういいののががああて結構こういうシーンがよくあるのですごい頑張って逆側がチャンスになるのにピーって止めちゃうから止まってみんな帰っちゃうみたいなのはもったいねえなっていう感じ。 これはスタンドから見てるとむしろ一番わ分かりやすかったいや分かりやすかったよね。はい、ああ、もう投げた瞬間に大チャンスだってなった時にだからこれは本当に谷口の退場よりも、はい、お前小林雄斗が怒ってるけど <laughs> もう僕も見たかったっていうのが本当に思ったんで、うん、まあ審判難しいと思うけどあるいは選手たちもやっぱ、うんうん、なんていうんだろうこれは続けてほしいっていう気持ちが選手なんかも強いんじゃないかなっていう気がしましたね。うんうん、選手はもう ちょっと流されてもそんなに何も思わない思わないというか別にそのピってすぐにやれる方がアクションリアクション取っちゃうと思いますみたいな少し増えダ遅れてもそんなにストレスにならないそんなストレスにならないですなるほどまあそうですねおぎやさんこれはまあアドバンテージを見たらなお良かったのかなということですかねそうですねやはりレフリーはそうもちろんミスもありますしやっぱりそれをまた次の教訓に ここでは生かせなかったことをまた生かすというのは大事なことなのかなというふうにも思いますね。うん、もちろん、本当、原さんのおっしゃる通りだと思います。はいはい あれもアドバンテージって、あの草サッカーでも笛吹くとよくわかるんですけど、実は難しいんですよね。アドバンテージ。草サッカーで吹いてんの?。吹いたこと何度もあります。何度もあります。でもやっぱりその時の事象に集中しちゃうんで。アドバンテージって結構難しいんですよ。実は通るの。例えばね、あれもオフサイドなんだけど、あれを見て流したら突っ込んでって怪我しちゃったとか、そういうのもあると。だから、やっぱりちょっと怖いとか思うんだよね。確かに難しいと思うけれど、やっぱりできるだけこう流して。 欲しいなっていう。のは、うん、そうですね。はい、期待したいと思います。ありましたね、はい。さて、というわけで今回は決勝戦も題材に V A R を取り上げてきましたけれども、今シーズンのルバンカッププライムステージから導入された V A R。大木さん実際に導入してみてどんな感想を持たれましたか。はい、多くのね課題そして多くのメリット、いろんなことがあったと思いますし、あのやはりこれまた V A R が入ることによってこういろんな議論が あまあ今日もそうですけれどね,、えー、ね私とかがこうお二人みたいな方とお話できるというのは非常に有意義なことだと思いますし、はい、えやっぱりサッカーをいい方向に持っていくために、えー、VR もいろいろ積み重ねていかなきゃいけないことはいま,、はい、まあ見る側としても日本国内ではバンドさん、はい、v r のゲームというのは初めてだったわけですけれども、はいはい、実際にどう感じましたかまあでもその最後ののシーンとかもう あれ映像がなかったらどうなんやどうなんやっていうのをすごいやり取りが多分あると思うんですけど、はい、あれを映像を見てあっ足がかかってるねじゃあ大丈夫やねってなるからそういう面ではすごいいいいなと思いましたね以前バンドさんは v r あんまり賛成なかったんですけど、うんはい、こういうのを見ていくとあっ確かにこれは必要やなっていうふうに思いますし。 じゃあさらにえそういうのもある中でよくしていくために反対や反対やって言っててももうこう導入されたことは決定されたわけですからじゃあその導入されたやつに対していいようにみんなで持っていくようにやっていけばいいかなっていうふうには思いますね。うんうん、確かに。はい、原さんはまあここに向けてもかなりご尽力されたと思いますけれども、はい、実際にこれをやられてみて、まあ、あの日本のこの J リーグだけじゃなくて、はい、世界も導入したときに。 むしろ混乱があったりあのトライアンドエラーをこう繰り返してこう精度が上がってきてるじゃないですか、はい、だからまあそれはあ,のある程度こう認識してたしでも導入したことによってさっき言ったようにこう公平性とかそういうのを担保されるとこもあるしただどうしてもちょっと試合時間が長くなったり、うん、この前の,あの放送でも入んないんじゃないかみたいな、うん、そういう心配とか <laughs>、はい、またそういう部分もあるのも事実、うん、だからそこら辺をどういうふうに改善していくかとかでも やっぱりこれ僕が一番思ったのはあの佐藤さんとね、うん、相良さんがそ、うん、そのあのそのあ部屋から出てきて試合終わったと話したら、うん、もう目がくぼんでて、うん、その普段 <laughs> 普段ピッチ上でやってるすっごいもう疲れ疲れてるもう本当にもう集中してまだ自分が笛吹いたのが楽だぐらいな、うん、このプレッシャーと責任も大変なんだなって改めて、うん 思ったんで、でもみんなでこうやって作っていかなきゃいけないんで、まあいろんな意見はあってもこの制度をこうやって上げていくっていうことが必要なんだろうなっていうふうに思いましたね。うん、まあこれあのファンサポーターの方々にとっても VAR がどういうものなのかというのは100%理解されてるわけじゃないと思うんですよ。そ,すねうん、それについてはやっぱり我々もこういう機会にどんどん広めていかないといけないなっていうのは。うん 安さん改めて思いましたねねそうです、ね、うあのしっかりと自分でも理解してそれを分かりやすく伝えれて、うん、みんなに理解してもらうっていうふうにしないとなって自自分自身もちょっと思いましたね、うんはいまあ、来シーズンから J1 全試合で導入されるということで荻屋さん、大変でしょうけれども期待してますんで。<laughs> まあ私というより心配員が大変なんだと思います、はい、本当にあのさらにね、えー、より高いものを今から準備しなきゃいけないなというふうに思いますさて今回は番外編として VAR を特集しましたがレギュラー放送中の明治安田生命 J リーグのジャッジリプレイはダゾーンで先行配信中ですぜひそちらもお楽しみください えーというわけで今回 VAR 編はこのあたりでお別れとなります皆さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました